またしても正義の暴走、東京新聞が厚労省の職員を恫喝、その背景を考えます。はい、というわけでこんばんは、エサン議員の時田俊です。今日の Vlog もスタートしていきたいと思います。こちら10月の4日の日曜日に撮影をしております。今日は友人の結婚式がね、久々に会って披露宴に出席したのでですね、日曜日でもスーツを着ているんですけども、今日は新聞でですね、こうしたものが話題になっています。東京新聞、厚労省に謝罪文、取材中記者が机叩き怒鳴る、ということでですね、まあどういうことかと申しますと、東京新聞さんというですね、まあ望月磯子さんとか有名ですね、ああいった方が名物記者が所属をしている東京新聞で、どちらかというこの政権に批判的な新聞であることで有名なんですけども、まあ、厚労省に取材をしたと。で、このアベノマスクですね、いわゆる布マスク、なんかこの辺にまだあったんですけども、布マスクがこの単価とかね、発注したいくらなのかということを、情報開示請求をしたんですが、非開示になったことに腹を立ててですね、厚労省の職員をなんと3時間45分も取材をして、その中でバカにしてるのかとだけ机を叩いてこうプレッシャーを与えたと、まあ、いうことでですね、これさすがに見かねて厚労省が抗議をしたと、まあ、いうことで、それに、東京新聞が謝罪文を出したということでございます。まあ、これね、よっぽどのことですね。厚労省とか官僚機構、行政というのはやっぱこの取材に対しては弱い立場、やっぱり税金でやっていて、基本的に情報公開というのは義務でやらなくてはいけないわけですから、かなりですね、高圧的な取材を受けてもですね、飲み込むところがあるんですが、その官公庁行政機構がですね、正式にクレームを出してですね、新聞社が謝罪するということですから、これはね、かなり悪質な行為があったと思って間違いないと思います。で、まずこの前提としてあるこのアベノマスクの情報が開示されなかったという点については、私もこれは政府の情報公開の姿勢は不十分ではないかなというふうに思います。これは入札関係であるとか、この発注系のやつってよくある単価とか値段が黒塗りになるんですね。で、これ東京都議会議員時代も私はずっとやってきたことで、古くは増田都知事の海外出張の視察の問題からですね、5000万円で豪華すぎるんじゃないかということで、情報開示請求しても、総額だけポッてあって、あとの単価は全部黒塗りっていうのり弁のような、あるいはのり弁って言われ始めた、からだですね、小池都政の誕生にいろいろ繋がっていくわけですけども、まあ本当この単価を徹底に隠して、で、なぜこれ隠すのかというと、まあ次年度以降も類似の発注があるので、そういう時にこの、いろんな競合他社とかに金額がバレて、翌年度以降の入札作業に支障をきたすからというのが理由なんですけども、でも単価とかそんな条件で変わるし、前年を参考にしても、それは別に参考資料として何の問題もないというふうに考えることもできるわけですので、この入札関係とかについて発注系で、単価を絶対黒塗りにするというのはですね、私はね、ちょっとこれは不適切だと思いますし、原則はやはり公開で、公開できないんであれば、その次年度に支障を来すとか、バクタル理由ではなくて、もっときちんとした理由があるときのみ非公開というふうにですね、これは徹底をすべきかなというふうに思いますが、ただですね、一応その正式の手続きを踏んで情報開示請求が非開示になったと、それについて不満があるのであれば、当然訴訟とか今実際されている教授がいらっしゃるようですけども、まあ、それは別に訴訟とかすればいいんですけども、腹を立ててですね、恫喝をするというのは、それは当然やってはいけない行為だし、それは腹が立ったから殴るのと同じようなやってはいけない完全な反社会的な行動だというふうに思いますし、まあ、それはもう皆さん、言うまでもなく思っていらっしゃることだと思うんですけども、まあ、これ本当に正義の暴走という言葉は本当ぴったりだと思うんですよね。やっぱこの新聞の記者さん、特に社会部の記者らしいんですけども、社会部の記者さんというのは、まあ、そういう不正を糾弾したりとかですね、まあ、そういうことをやってると、まあ、自分たちがやはり正義であるということになって、そして自分たちの取材に対してしっかりと対応しない行政や、あるいはそういった団体はもう不正義であるということでですね、まあ、ある意味暴走してしまう、正しいからこそこれがやっても許されるだろうというですね、まあ、ある意味義憤に駆られているか、それでは行き過ぎた行動をしやすくなってしまう傾向があるのかなというふうに思います。まあ、私もいろんな取材を受ける立場の人間ですけども、まあ、多くの記者さんたちはもちろんフレンドリーで丁寧な取材、誠実な取材をさせていただきますけども、なんかですね、この鼻からですね、相手は悪者かのようにですね、もう追求姿勢で喧嘩をしてくる方というのもね、やっぱりいらっしゃいますし、私も東京新聞さんでないんですけども、結構ですね、なんか、まあ、それはプライベートだったか分かんないですけど、毎日とある M 新聞のね、記者さんに一回ですね、すごく絡まれて、夜っていうか、駅立ちをしてる時に、すごくですね、無礼なですね、取材というか絡まれ方をしてですね、その後クレーム出したら、まあ、上司の方と後日、謝罪に来られましたけども、まあ、記者さんによっては、そういうあんまり職業倫理をしっかり守っていただけない方もね、いらっしゃるわけですので、まあ、それはですね、やっぱり、取材をする側も、される側もですね、一定の倫理に基づいてですね、ルールにのっとって、やっぱやるというのが、公平、中立なものだと思
思いますし、この情報が出てこないのであれば、じゃあどうやってそこの情報源にたどり着くのか、この、しかるべきところを今取材源を増やすとかですね、でなぜ開示をされないのかっていう理由を徹底的に調べると、そしてそれを紙面で明らかにすることによって世論を喚起していく。これがね、記者さんの本来の仕事であると思いますので、まあ、突き叩いて資料出てこないと言ってバーンと叩きゃ出てくるものではありませんから、まあ、ぜひそのあたりはですね、まあ、東京新聞さんには襟を正していただいて、より有益な情報を、この国民、そして購読者の方々、日本国民に伝えていただきたいと思います。まあ我々もね、情報発信者としてですね、しっかりこの、まあ他山の石としてですね、しっかり情報を得るときは、マナーを守って気持ちよく情報発信をしていくということをですね、またお約束をいたしまして、今日のブログとさせていただきたいと思います。それではまた次回、さよなら。